じゃあ楽器店に行きましょうか。そこまでしなくても。いや、学園祭も近いのにこれじゃ練習になりませんよ。りっちゃんもお手入れなんかしてないよね。しとるわ。私はしてなくても当たり前みたいな聞き方するな。りっちゃんのくせに。